うわーうわーなんじゃいなーあれ星よダーンうわーあ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 ーなんて言うんだろうそのうわーえー、何ないかなーうわーどっちだっけあごめんあごめんなカメキ一回殴っちゃって違うんだよあれはメンテメンテン行こけうん、でもちょっとイカあかりにするわな。うん。いや、ごめんてめんて。うえちょっと待って待って待って。えあれこいつあれじゃん。寝てる寝てない寝ないバージョンくすぶーいていってじゃあいつも通り戻してるから。ホワイトガボン。寒いところに住んでいるガモン兵、なんで、こんなところに、なんでこんなところにいるのか謎だとされているんだって。確かにね、寒そう。最大 HP12、攻撃力が5、防御力が0だ。時々、ボコボコと続けて攻撃してくることもあるんだと。あんなコンボを軽々と振りますね。すごい力なんだね。寒いところに住んでいるだけあって、氷の攻撃が効かないんだよ。なるほどね。ありがとうね。じゃあ、次々行くか。次。ほい。うわぁ、ボコボコじゃんほい。ほい。くそ、3回目しか合わへん。3回目しか合わへんで。やね。お、なんだこっちもある。わーお仲間人ランクアップできますよーというわけで。お、ポコビー。まあ、でもポコビー全然使ってないからな。移動以外。すーえ。ポコビーウルトラランクになりました。ポコビーウルトラランクの吹き飛ばしってなんだ？FP5 で敵全体に強い風を、あ、なるほどね。あれか。敵を何体か、こう、どっか行かせるやつか。ん？わあ、星の町岡。星の風呂使うか。雪や今後別にいらんしな。サンダーも、えね、これ、ええ、これ、えこれ、え、ないのえびっくりマークするえ金だから取りますかいいえ。あ、え、なにこれ、自販機的な感じ。自販機的な感じで取れるのじゃあ次、星の風呂使うか。星の風呂的な。あ、こっちか、上は。何？星のマークある。ん？何かはめる穴だ。なるほどな。あははは。ん？あ、ここはこうってことね。ん？あ、爆弾ね。オッケー。ちょっと HP 心もとないな。じゃあこっちは？そうだね。嫌な予感がするでおまピンキー、あれファンがいるな。怪しいところなら洞窟の中なのに明るいし。スターレが言ってたほかれてこのことだよ。なんだか不思議な雰囲気が漂ってるね。壁も怪しい感じだね。あ！誰はじめましてだ。ああ、マリオ。よく来ましたね。あなたのことは知っていましたよ。ふふふ、どうして知ってるか不思議ですか？私の名前はクリスタール。星たちのメッセンジャー。かっけえ。私はあなたもご存知のデアールやスタールの先祖です。あ、なんや、じゃあめちゃくちゃおじいちゃんおばあちゃんかわかんないけど、大先輩や。あなたのことは夢の中で星たちから聞いていました。ここは寒い山の祠。ここで私はクリスター神殿へ続く道を守っているのです。さて本題に入りましょう。星を祀っているクリスター神殿にクッパ手下たちが入り込んでいるの知ってますか？もう危ないってことね。そこであなたには、伝えねばならぬことがあるのです。よく聞いてください。はいはいはい。今は時間がありません。手短にお急ぎで話すので、
聞き逃さないようにしてくださいね。はい。そもそも、ことの起こりはずっと昔に遡ります。私がまだ、裏若き乙女だったこと、待ってこれ、この人の遺伝子か。なるほど。デアールさんが話し長いのはこの人の遺伝子だ。私がまだ裏若き乙女だった頃のことね、これ自分の自己評価高いっていうのも、あれじゃん、サンデールさんとかにも受け継がれてるやん。性格。ある日、裏山で恐ろしい事件が起こったのです。私は直ちにそこに向かいでしたけれど、やっぱりそれは、デアールさんという人、まあなんてことでしょう。で、が、だったことで、全く、デアールさんとか、サンデールさんとか、みんなに、こうなんか、美貌とか、なんかいろいろマリオさん寝てますよ。マリオさん寝てますよ。鼻ちょうちんができとら。ね。あ、でも、アカリンちゃんと見てるね。偉いね。というわけで、クリスマス年にクッパンとしたら追い出してほしいのですが、いや、もう、ただそれだけのこと。む、あんた、ちゃんと全部聞いてましたか？はあ、うん。ならば良いです。あ、全然聞いてなかった。つまり、クリスマス年に行くには、このスターストーンが必要なのです。これを、あんたにお渡ししましょう。はいはーい、というわけでね。これがあれば、クリスマス新年の道が開かれます。持っておきなさい。ふむ、手短い話してしまって大丈夫かしら。少し心配ですけど、いずれ、またすべて、いや、もういいです、いいです、いいです。手短であれはもうしんどいです。なるほどなぁ。いや、血は争えないってやつですね。血は争えないというより、なんていうの？ちゃんと遺伝されてんだなって思いますね。スターストーン！クリスマス新年の道が開かれる道だよ、ってことですよね。あ、目に見えるものがすべてではないか。なるほどな。なんか言っとったなーっていうのだけ覚えてたけど、全然覚えてなかった。ぴょん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 と。ほい。スターストーンペカ。ほう、いいね。ん？なに？ほ？はあ！え、もう入れないの？どんどんどん。いえ、どんどんどん。どんどんどん。いえ、どんどんどん。どんどんどん。いえ、どんどんどん。どんどんどん。クリオンショ。どう思うこれ。滑らないように地面しっかりと踏みしめていけないでもいいよ。まあ、起こしたりしなさそうになるでな。え、すご。で、こっちは？こっちはこっちで！オッケー。こっちは？うわぁ、なんかアイテムがあるね。ちょっと待ってよ。アイテムの前に、アカリンチェック。うん、じゃあ見ていこうか。お、バッチ？そうか、赤い箱はバッチだったっけ？ドカーンジャンプのバッチ。すごく大きな力で攻撃を踏みつける。いや、もうあれだよね。ハンマーあんま使わないから、ドカーンバッチありかもしんないな。ドカーン。解消したいので。よし、行ってみよう。うわっ、かー、すげえ。クリスタ神殿の出入り口だよ。ここから中に入るんだ。よくこんな高いところに着くと思うんだな。やはり少しでも近い方がいいよ。あ、これあれか。これ手前にさ、なんか隠れてるものがあったりするってことかな。カメキ。おお。なんだろうな、気になるね。ん？よいしょ、お邪魔しまーす。あ、ずっとこんな感じ？ごめんね、ちょっと何回もキャラクターがいて。ここ広いな、天井高いし、向こうまでも遠いし。広すぎて気が遠くなりそうだね、本当にすごいよね。いや、本当にすごいの。あー、なるほど。こっちじゃなくて、こっちに扉があるよってことね。なるほどね。ほっ！あー、まず鍵を探せと。何？はい！あ、なるほどな。その色に対応した部屋があるんごとね。なんだろう。うん。ん？
ここなんかあるな。ん？なんだろう。いますね、コウモリ的なやつ。でもコウモリあれなんだよね、そのカメキ使えないもんね。オッケー。あ、一体か。うわー、そんなにー。じゃあこれあれじゃん、なんか地震ハンマーかなんかさ、天井にいる敵も攻撃できるようにならんと、ちょっとこれやばいね。じゃあ作戦で中チェンの、これパレッタレサレサアカリンとかやったらいけるよね。レサレサアカリンで、パレットもいけるっけ。オポコピーは、オポコピーの技はチェックしていこうか。あ、いけるか。吹き飛ばし、乱れ投げ、まあ、乱れ投げしちゃうか。これで、おら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 、オッケー。これでやっと踏めるね。ワンジャン、ツージャン、スリージャン。ケイ。で、HP は7とか8ぐらいか。いいね。いや、これあれだな。なんだろうか。こっちは？お！宝箱。おい、青い鍵、なるほどね。で、赤い鍵じゃ開きまへんから、青い鍵で行こうぜってことか。なるほどな。じゃあ、バッテン気になるなぁ。バッテンが気になる、バッテンってね、なんか九州の方言みたいな感じ。青い鍵！行きましょう。お？あ、曲ちょっと変わった。ドンテーン、ドンテーン。ピンキー？いや、もう仲間総力戦だね。総力戦。で、あえて離れよう。ここだよ、と。ん？なんだ？ん？なんだ？なんだ？なんで向こうの柱にはいっぱいあって、こっちの柱には一個しかないんだ？ん？あよ。あれ？え？待って、マリオの姿消えてる！マリオの姿消えてる！マリオの姿消えてますよ。え？お！うえー！来たー！そういうことね。はー、そういうことね。おかしいってなるの。なるほどなと。よいしょ。で、こっち側は？ほぉ！うわ、マリオが来た！今度はやってしまえ！え、あ、な、解いてくれるんかい？解いてくれるんかーい。かい。え、じゃあ、来てくんないかな。くそー、やっぱり友達なかったー。待って、もうちょい化けて。ああ、もうちょい化けて欲しかったのに。え、もうちょい化けて欲しかったのにな。死んでる中では帰ろうって言った方がいいのかな。やっぱもう、クリオ、あれだね、普通に頭いいよね。じゃあ、おっぽくさんの方にしとこう。次また化けられてもいいように。あ、で、これもあんのか。で、赤になると。あ、奥、あ、奥も鍵いるんだったらこれ、え、あんま意味なくない？え？あ、こっちの扉が、なるほどな。おい、星のかけらー、やったね、星のかけらー。ねえ。かけもう、かけもう。お、なんだ、ちょっと待って。待って、ケイ。バケバケはバケた、あかりね、再 HP15 だと。即にボケてる、こういう、うん。うっかり踏むとダメージ受けるから気をつけてね。ほーい！しまったな、石ころ。なんかいる。あ、バケバケバケ。あー、しまった！バケポコピー。
バケボーイ最大で、あんな間抜けな顔してたっけすげえな。あんな間抜けな顔してたっけ。でもこういうのやっぱちゃんと見ないとね、わかんないよね。そっくりボケてるから、こういう力なんか本当なんですよ。こういう人はね、パイプ投げが避けるためも難しいよ。確かにね。あ、アイテムいっぱいあるもんな。みんなおっさんじゃん。あ、壊せません。よいしょ。ドーン。何？ん？おい、おい、おいよーん。おい、もうこんなんばっかりやな。してこうしてこう、あれ、こい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 、こうしてこう、オッケー。お、なんだ、カパチャ生倉刃。当たりダメージが1減るが、敵から受けるダメージが1減る。あー、生倉刃、当たりダメージが1減るの嫌だ。んー、じゃあちょっとこっち見てみるか。ほう。あ、ここも空いてるようになるんだ。なるほどな。よいしょ。向こうとこっちは通じてるってのもなかなか変だけどね。で、おピンキー。よいしょ。なるべく逃げる。なになに？なんだこいつら、あたいの前なんかして。マリオ、まさか本物のあたいがどれかわからないって言わないわよね。ちょっと待ちなさいよ。あんた偽物のくせに何言ってるのよ。本物のピンキーはこの、わ、た、し、よ。いえ、騙されちゃいけませんわ。え、よくらになってマリオ様、本物のこの私、言いたいだけですわ。あとはみんな偽物ですわ。こいつ偽物っぽいな。私が本物よ、マリオ。私を見間違ったりしないでよね。間違ったら怒るわよ。俺がほん、あ、こいつは、こいつはなんだ、俺がほんまのピンキーだがや、よう見てちょう、ほんとだっちゅうに。なんだよ、もう許せない。我らこの偽物たちを片端から半までぶん殴ってやってよ。あたりなりすますなんて絶対許せないわよ。それがようございますわ。ボカンと抱いてはっきりさせてしまいましょう。そうね、それがいいわ。私の偽物なんて放っておくわけにいかないわ。マリオ、本物は私なんだから私は叩かないでよね。まだこれ一番左がさ、本物じゃない？私が、いや、私じゃないよね。私じゃないわ。あ、私じゃないわ。マリオ様、マリオ様とは言わない、ピンキーですわ。マリオが私は間違いっこないわ。ずっと一緒に旅をしてきたんだもの。ねえ、マリオ。誰が本物か、ね、すぐわかるよね。あ、これちょっとぽいな。あたい、あたいって言わなかった気がするけどな。何しとりやす。おら、本物中が見りゃわかるがや。じゃあ行こうか。ああ、私が偽物だってよく見破ったわね。ちくしょう、うまく燃やしたはずなのに。あ、逃げちゃうの？ああ！さあ、偽物選んでよ。ちょっと待って、これ。逃げようとすると。わーっつって、わーって、おもろいな。仲いいじゃん。マリオさん、私はピンキーですわ。はい。あら、私にそれでお別れなんてすごいですわ。そんなゴミじゃないですわ。つかみはバッチリはずだったに覚えてやがれ。確かにね。マリオ、私から間違いないよ。ずっと一緒に旅してきたんだもの。ねえ、マリオ。私は、こんな感じの子だったよね。あたいって言わないよね。あたいって言わなかったはずなんだよな。何しとるやつ、俺ら本物ちゃん見りゃわかるがや。じゃあそっか。マリオ、ひどいじゃん。あたい読み間違えねえ。もう怒り爆発。あたいって言ってたか。ごめん。俺、あたいって言ってたっけ。ごめん。これあれか。これ残りの数が敵になるんだったら、そっか。残りの数が敵になるんだったら、最初に叩いても面白かったかな。いや、でも FP がないわ。危ね。バケオプク。じゃあ、バケオプクか。大丈夫、顔つきは悪そうに見えるよ。ああ、どうだろう。いや、こんなもんじゃない？そっくり負けてるよ。うん、で、一緒で。敵なので厄介な相手はね、おせっかいなのも一緒なのかな。おせっかいになるのかな。よっしゃ。あ、パルちゃんやってないっけ？クリオはやったよな。
赤い鍵、略して合鍵。せい。ズブンってことだから、間違えたら戦闘ないってことか。あ、だから、そもそも戦闘回避できるところだからないってことかな。そういうことかもしんない。相変わらず、通れないって思ってるところでも、すっと通れるところがあるんだもん。そうだよね。だからここでしょ？うん。これ分かりやすいね。通れないと思ったところがすっと通れる。じゃ、まずは手前から。わー、やーねー。じゃあ、あ、え？戦闘じゃない？なんだお前は。パレラ、じゃ、パラレラ様の言いつけにより、何人でも強盗さけへんいかん。お前のような怪しい奴は俺が痛みに合わせてやる。あ、戦闘にあるんだ。パラレラ。なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶこと、お金落ちないでね。あ、なんか消えたよ。あ、なるほど。これで消えたら奥のルート通れるよってことか。なるほどな。大変だな。来る？これは倒産、倒産行ったら絶対倒産。とりあえず俺倒していけ。倒しちゃうんだよな。ただ泣いて笑って。高いよな。裏声使わないと絶対痛いもんな。ここ落ちる？落ちないか。過ごす日々に、隣に、お邪魔しまーす。お？これ回転しそうだね。これ回転しそうだね。っていうね。回転しそうの順。ん？なるほど。ん？え？どうすんの？あ、あれか。待ってよ。これでいける？なるほどね。賢じゃん？じゃあ FP をさ、FP 回復するアイテム買ってくる？ここまで来て。FP、ゲキスキュンポンスンチャン。ガード来るか今から。ちょっとだるいよな。ちょっとだるいよな。あ？いますね。そこに。そこになんかいますね。は？カメキになってんじゃん。おいおいおい、どこ行くん？どこ行くん？どこ行くん？どこ行くんそれ。どこ行くん？あー、レクチャーじゃん。レクチャーじゃん、それ。それもレクチャーじゃん。ん？どこ行った？え？どこ行った？わー！ルイージ？チャールズ？クリジー？マリア君、私が本物のカメキだよ。もちろん、カメキ？マリアさん、私が本物のカメキじゃん。あとはみんな偽物ですぞ。マリアさん、俺っちは本物っすよ。わかってるっすよね。わかんない。あ、いた、クソジジイ。お前、普通に殴るわ。うん。僕は本当神木だよ。もちろん人生なら間違えるわけないよね。今度はマリア君、偽物だと思うやつ、片道がぶん殴りたまえ。それは良さそうじゃの。兄さん、僕以外のやつは思いっきりぶっ叩いてよ。無視するか。あはー、総動員制。なんだこの鬱陶しいジジイたちは。とりあえずお前は何であろうと殺す。うん。お前は何であろうと殺す。これさ、待って。あ、帰れないんだ。じゃあ、マリオ君、よくぞ私が偽物だと分かったね。口調もマリオ君っていうの偉いよね。サラダバー。ふみゅ？いや、偽物だと分かりましたの。さよならと。これ、ルイージ。お前は一緒家から出るなって言ったろ。兄さん、僕は本物の神だってあれほど言ったのひどいや。なんてね、絶対バレないと思ったんだけどな。いや、だったら亀木にならんかい！やったー！大正解っす、マリオさん。やっぱり俺ちのことちゃんと分かってくれたんすね。感激っす。あ、そう。なんでこれ、まあいいや。する必要あったんだろうな。よいしょ。でもなんか、だんだん分かりやすくなってる気がするんだよな。
ほ？にゃん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 。これなんだ？これなんだろうか。とりあえずこれもらう？よいしょ。ああ、ありがてえ！メイプル！メイプル、プールプル。メイプル、メイプル、プールプル。メイプル、メイプル、プールプルやん。最高！最高だギャ。じゃあこっち行ってみて。ん？落ちれる？落ちれない。ここ？ちゃうよな。んー、じゃあどっかにやっぱあるっちゅうことやな。うん。なんだ？あ！は？あ、ずれてただけ？ずれてただけ？ずれてただけ？あ、ずれてただけなんだ。ずれてた。考え方がずれてましたわ、一番。はははは。ずれてただけか。あれ？つって。ずれてただけか。なんだ？ずれてただけなんかい。もう。